新しい船か。いいな。おお、武者震いしてくるぜ。アソ、古代史に残る雄大な火山の名だ。内に秘めたる熱いマグマのごとき闘志、まさに我々の魂と同じだ。そうだ、回転祝いやらない？回転祝い？そよ風からアソへの真相回転よ。そしてタイラー様の新艦長就任祝いも。そりゃいい、うんと派手にやってるか。はーい。実はさ、少佐、どうかしましたか？少佐、なんでもないわ。スター少佐はいらっしゃいますでしょうか？私がスター少佐ですが。あ、失礼しました。少佐、軍統合本部よりお迎えに参りました。統合本部から？情報部作戦司令副官ですか？そうだ、スター大佐。大佐？二階級の昇進だ。我々は君の情報処理能力を高く評価しているのだ。私に何をお望みですか？スター大佐、君は何のために軍に入ったのだ？戦争をするためか、それとも防衛のためか？それはもちろん。情報部は防衛のための最先端にある部署だ。君が誠の軍人を目指すなら答えは一つのはずだ。いつまでも同じ仲間と前線へ出ることが望みならそれでも構わんが、それが誠の軍人を目指す者の生き方とは思えんが、わしが間違っているかな？船への引っ越しとはめでてえじゃねえか。嬉しいじゃねえか。上司、惑星連合宇宙軍万歳。艦長万歳。我らに栄光あれ。さあ今日はブレコだ。野郎ども、ここは副長のおごりだそうだ。飲みまくれ。私はそんなことは言ってないぞ。小さいことは気にするな。スター少佐、艦長がまだ。ええ、そうね。何かあったのでしょうか？こっちが聞きたいくらい。少佐、軍の最新鋭巡洋艦アソに我々が真っ先に登場任務につけるなんて、自分は幸せであります。ところで、先ほど統合本部で何か？いえ。副長殿、やだな、逃げたりして。あ、いや、艦長はどうしたかと。なーに、いつものことよ。そのうちひょっこり現れるぜ。ねえ、少佐、さあ今夜は飲んで飲んで飲みまくるぞ。少佐、何かあったのですか？はるみさん、あなたなんで軍隊に？私は、忘れてた。すっかりあなたのことは私たちと同じだと。いえ、嬉しいです。多分ごめんなさいね。いいえ。さて、仕方ない。これが最後のお勤めかもしれないしね。もう飲んでよ。飲め。キムチは乾杯。はい、艦長。
艦長。電話でもよかったのに。みんな待ってますよ。あれ、話してないの？あれは本気だったんですか？さ、ほら。そんな、今さら無責任な。そういうこと。どうすればいいんです？え？私たちはどうすればいいんです？まあまあ、そう深刻にならなくても人生なんとかなりますって。そんな簡単になんとかなっちゃうものなんですか？なら私もやめます。ゆり子さんが？だってまだ軍服着てるじゃない。迷っています。なんで？情報部作戦司令副官の辞令が降りてます。受ければ地上勤務で阿蘇に乗れません。でももし艦長が。答え出てるんじゃない？艦長。そよ風のお調子者連中は自分たちも阿蘇に乗れると思い込んでどんちゃん騒ぎ。甘いですな。まだタイラーを担ぎ上げることに反対ですか？それともご自分から言い出したスター少佐の昇進を気に病んでおられる？いや、これは失言でしたな。まずは周りから崩していく。あなたのお考えですからな。好奇すべからず。この三船に二言はない。まことの軍人でありたいと思うなら答えは一つのはずか。いや、なかなか役者でいらっしゃる。芝居をしたつもりはない。まだ着任前に申し訳ありません。司令官が休暇中で、現副司令官が急病で、本部に確認したところ、少佐、あ、いえ、大佐をお呼びするようにと。いいのよ、仕方ないわ。いえ、よかったのかもしれないし、これで。は？え、なんでもない。申し遅れたけど、ちゃんと自己紹介しなければね。後任の副司令官に任命されたユリコスター少佐です。あなたは？は、レナンディ大尉であります。ではレナンディ大尉、現状の報告をください。いろいろ教えてもらわなければ。え？どうしたの？いえ、ちょっとびっくりしただけです。びっくり？いえ、その、お、所属不明の船影を捉えました。巡洋艦クラスです。現在巡視中の師団がポイント中域にいる可能性は？あ、はい。我が軍の巡視艇がその航路を取っている報告はありません。船の所属確認が優先。スクランブルはまだ出さずにね。あ、もう出ていますが。なぜ？警報と同時に警備手段に連絡されるようインプットされています。そんな、改めて指令を出すまで待機するよう連絡を。しかし。早くしなさい。はこちら巡視艇第23師団、東方も惑星防空圏内 W33 ポイントにて所属不明艦確認。現場に急行する。抵抗の際は撃沈許可されたし。船影が所属確認されない限り警備師団の帰還命令は不可能とのことです。でもなんとかしなくちゃ。このままではどうかしましたか？まさか民間の船？いえ、そうじゃないけれど。じゃあ過去に廃棄された無人衛星とか。無人衛星？ポイント107付近に廃棄された無人衛星の存在は、ジェミニ60型無人衛星、3年前に廃棄、
地上レーダーのコンタクト機能は。大佐！少佐、今どちらに？みんな心配してます。緊急通信です。消滅です。大佐、所属不明かレーダーから消えました。周囲をよく探索して。見つけました。 W37 ポイント107。あれ、どうした。ジェミニー60型、これは旧式の人工衛星のようですね。確認、データをメインモニターに映し出して。はっ。間違いありません。ジェミニー60型、旧式の人工衛星です。隊、警備士団にラインを開けて。は、ラインオープン。は、こちら巡視艇、第23師団。こちら情報作戦司令室、警戒警報はレーダーのトラブルである。即刻非常事態宣言の解除を要請します。了解。はるみさん、誰と長電話したんすか。ちょっと、ああ、まさか艦長と。何、艦長と。艦長ですって。タイレー、タイラ様は。くせえ、俺たちを出し抜きやって。ぶっ殺してやるか。タイラー、出てこい。あの、違うんです。いや、こうなったらみんなで引きずり出しに行くっきゃない。そうだ、やろうとも続き。バッタ連合宇宙軍バンザー。よかった。よかった？変ね。敵の船を逃がしてよかったもないもんだわ。どうかしましたか？宇宙での生活が長いとろくなことを覚えないと思って。は？いい香り。新しい副官殿を歓迎します。ありがとう。もう一つありがとう。さっき無人衛星のことを思い出させてくれて。はあ。どうしたの？いえ。そういえばさっきもびっくりしたとか。ええ、初めてでした。上官から教えてほしいとか、ありがとうとか。だって当たり前じゃない。そうですね。そうですけど、なかなか軍では聞けない言葉で。そんなはずは。あ、ありがとう、ゆり子さん。わあ、すごいじゃない。ごめんなさい、ゆり子さん、もうしません。あ、はい、当たり前。大佐、あの、そうよね、当たり前のことなのよね、艦長がやってきたことって。だから私たち緊急通信。タイラーとそよ風の仲間に乾杯。アザリン、アザリン。無責任に見えたり、トンチンカンに見えたりしたことが、実は自然で当たり前だったりすること。枠組みや規律だけが全てではないこと。自分の思う通りに実践することの難しさをいとも簡単にやってのけてしまったこと、艦長は身をもって証明してくれた。そうか、大佐、ありがとう。レナンディ隊、ほんのわずかでもあなたと仕事できて嬉しかったわ。大佐、これが艦長の部屋。綺麗に片付いてる。タイラーらしくねえぜ。
どうなってるんだ。ユリコさん、ユリコさん、みんな来てたの？艦長は？それが軍服だけがここに。艦長、本当に？艦長、本当に軍を辞めてしまうつもり？今、なんと！艦長が軍を辞めるって言ったのよ。どういうこと？訳を言え、訳を。そんなこと本人に聞いてみるしかないじゃない。本人がいないんじゃ聞きようがねえ。探すのよ。でもどうやって？とにかく探すのよ。探すしかないのよ。すべてはそれから。山本隊。あ、はい。この味も悪くなかったよな。なんか、忘れ物しちゃったかな。どこ行っちゃったんでしょう。艦長！やっぱり来てねえか。ここらの飲み屋、端から回るぞ。こんなうやむやはダメ。やっぱりダメ。私は諦めないわよ。まさか。一度一緒に飛びたいな。私まだ一人じゃ何もできないよ。
ユリコさんと会うところってどうしてこう色気のないところばっかりなんだろうね。僕らの教科書だった。どうせ一度の人生ならば思うがままに生きるが本望。最終回、掟広き器物、お楽しみに。